リベンジ、もう絶対負けたくないです。気持ちで負けないように。はい、ビンゴルフアレンジマッチプレー対決ー。今回ですね、賞金を提供してくださるのは有限会社インテリア装備社の阿部孝之様です。ありがとうございます。ありがとうございます。勝ったら5万円、負けたら0円。オリモひまわり選手対米田ひよ選手、ビンゴルフアレンジマッチプレー対決、よろしくお願いします。お願いします。さんの少しフォローなんで、これでいきます。成功。どうでもいいけど7番でいきます。フォロー結構ありそう。練習ラウンドと同じことしてる。8番。よくない？いい。短いかも。短いな。よし、じってだけど、当たりに使った。そして、ここで前回私ポイント落としてるんです。スリーパットで。スリーパットしたのに。また長いの残っちゃいましたね。うん。いや大丈夫。右側からのがいい。まあ、ちょっと左のところからね。やめな。やめな、悪いイメージにする。あそこからの。でも傾斜がきついんですよ、ここね。あ、そうだっけ。そう、だから前回左に乗せて、ミスしたなって思いながら打ったら、あ、ペイってなった。あ、こうなった。ペイってなった。すごいピン奥。こういうグリーンです、こちら。結構傾斜ありますね、でもね。これね、こういうグリーン。グリーン奥の停止位置までカートをお進めください。うわ、長いなぁ。30長いなぁ。40だから。そんなだな、そんなだな。38だからグリーンの大きさが。でも30近くありますね。30ぐらいはありそう。30近くあるね。ピンチピンチ、オリもピンチ、オリもピンチ。いや、そんな変わらない。そんな変わんない。止まりそうだったけど止まらなかった。はい、意外と来てくれた。ナイスパー。いやまあ OK、 OK だけどね。一応ね、ちょっと分かんないからね。やばい、私だったら結構気持ち悪いな。そうね、怖っ怖って思ってた、ね。うん、あれ、あの曲がるのか曲がらないのか、あれはもう強気でボン、強気でボン、うん、あれは大丈夫。私そっちパターはちょっと強気でボンできない。でも気をつけないと抜かないと。そうなんですよ。
こないだ弾かれちゃったから。どうですかここまで終えて、まあ、2回目なんでルールとかは慣れちゃってると思うんですけど。そうですね、はい、ルールはなんか分かってるんで、すごい今1ポイントの大事さに。なるほど。そう、前回それで結構痛い目見たんで、1ポイントさ、1ポイント勝って最初ホールとか、うん、そんな感じだったから、ね、なんかで1ポイント1ポイントちょっとコツコツやっていかないといけないなっていう感じ。1ポイントリードしててもなんか全然勝ちじゃないから、頑張りたい。オリも反省中。オリも真面目。顔。ひよちゃんはどうですか。いやちょっとあの実力がまだ発揮できてないところがあるので発揮していきたいなと思います。そうですね、ここからですね。ここからいっちゃいましょう。はい、いきますよ。はい、ダメ、バーディー取ってよ。全然大丈夫やん。ずっとさ、右膝にさ、ずっとハエがいたのに。ここ洗うの忘れたかな。ここだけ洗うの忘れたかな、もしかして。めっちゃハエ、後で見てほしい。めっちゃハエた、今。乗ってるけどナイスインじゃない、ナイスオンじゃない、ナイスオンって言えなかった、ちょっとあれでってなっちゃう。お上手。ナイス。イエーイ。耐えた。耐えた。ナイスパー。ありがとうございます。危なかったわ。今の全く分かんないし、だんだん西日みたいなこうなってきて余計に見えにくいんですよ。ナイスか。いやー、よく言えました。ナイス。じゃあもう。
込んでやりました。ぶち込みましたね今。ぶち込んだ2連敗だけは嫌だ。それだけは嫌だ。最終ホールでひっくり返してやる。あれ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 だね。たくましいわ。ありがとうございます。どうぞ。お茶いただきます。うまい。うわー、オッケー。さすが。オッケーオッケー。オッケーやばいな、これまたこのパターン。今これあるわ、またロングって。じゃあ弱気。じゃあ私もロングでバーディーを取ればいいってこと。いいんですか。どういうことですか。私はイーグル取る。うぇー、5ポイント欲張り。5ポイント5ポイントでした。本当に欲張りな感じしてるな。やめな、わがままポーズ。